インポスターチーン、はい、線、はい、線、リングフィット、終わり。おお、はい、ナイボナイボ、はい、ナイス。めちゃくちゃ神、キング多くないですか？来てるんですけど。誰？慎太郎怪しすぎるって。なんで？え？俺ダウンロード入って結構早めにダウンロード、周りに誰もいない状態で武器コンダウンロード入ったのね。うん。見たら終わったタイミングで慎太郎くんがいて、僕が終わって動き出した瞬間に慎太郎くんも動き出したのに。うん。いや、早すぎない？いや、だってあれ僕タスクやってないから。あ、そういうこと、もうビビり散らかしてタスクできなかったじゃねえかよ。そういうことで通るんですか、それ。いや、フェイクタスクするクルーってことね。いや、これ全部説明できて、はい、メイヤ君って最初、配線があるかどうか確認しましたよね。はい。それが僕白だと思ったんで、で、停電起こったから、はい、僕はもうメイヤ君にずっと、なんか、近づこうと思って。なるほど。メイヤ君多分クルーだから。まあでも。じゃないですよ。僕、それやりますよ、インポスター。やりますわかんねえ。配線速攻行くのは割とあるあるですよね。キッチンで湧いてる。そうですね。左入力しといて。マップに、マップを見ずにいきなり左ってありますよね。うん、めちゃくちゃ。インポスターの時はやります。まあでも、1下起きるまではね、強靭してもいいからね。うんうん。今日宿舎前通路って高田さん一人脇ちょっと。あれ高田さん。え？いやいや、今回。まさかダウンロード。どうしたんですかね、タカラさん。ボタン押さない人いますね。ちなみに最終位置、俺はもうなんか、アーカイブまで。ちなみにね。僕、ダウンロード終えてからボタン入れてるんで、皆さん、相当助かってきたんじゃないですかね。おかげさまで。全く。いいボタンでしたね。バーガーだけできました。震えたわ。慎太郎、普通にインポスターだと思う。うん。うんって本人が言ってんの、やばい。マジ？マリウムさん面白い。なんか狙われてんのかな？あら、どうしたんですか？狙われてます。いや、なんかプテハシが急に U ターンして、俺があのメインホールの女性入ろうとしたら来たから、もうビビり散らかしてタスクできなかったんですけど。またそのパターン。いや、これは本当にあの、メイヤーの証言が嘘であることが説明できて。いや、嘘じゃ説明できて。メインホールでずっと見合ってたから、メイヤーさんと僕は。もう怖くて入れない。15秒ぐらい見合ってたじゃん。なんでそんな急に変な嘘つくの？俺、思ったんですけど、うん、まあ僕、とりあえずこのボタンで隠しろじゃないですか。そう。うん。確かに。プテアスさん、タオル集めてたと思うんですけど、その後すぐメインホールに行ってて、メイヤーさんと見つめ合ってたんですか？いや、もう。梅健さんが、エントの下で動かなかったのが怖かったでしょ！アーカイブ。
はいはい。あらあらあら。人間だ。シャワールームとアーカイブの間ぐらい。はい、で、アーカイブに入ってるはず。はい、アーカイブの本棚の下にあった。ほう。はい。アーカイブに入ってる死体発見？そうです。うわ、だるい。はい、アーカイブだったら、そうだな。人多いな。ちょっと説明させてください。はい、どうぞ。停電が起きながら、アーカイブの中に4人死人できました。高田慎太郎、アベレージ竹雄。で、アベレージ君はシャワールームを下に抜けてるのを僕は確認してるので白渡せます。あ、現です。その情報追加で。うん、現、そのアベレージさんがギリ見えてました。私、シャワールームの方に入って、うん、タオルタスクのタオル拾ってる途中ぐらいで、アベレージさんが若干画面にかすりました。うん、OK。プテ、停電直してます。アーカイブから、昇降機左の方に行って、昇降機じゃない、左っていうか、まあ、左側に進んで、停電を直したのがプテです。はい。プテ。あ、他いないんですか？いないよ。ちなみに全部下がってた。高田さん見た人がいるな。俺らしく見えてるんで。あ、俺らしく見えてんの？はい。あ、じゃあ、俺の後ろって誰か出せないのか。金庫のタスクやってて、貨物で。梅県が金庫側に向かう。黒川クロムがラウンジのところの下でダウンロードやってたよ。直近なんですか、ケル？直近だったら高田さん無理だけど。停電が起こったとき、まあ。だからもう金庫に貨物に。そうですね。見てないんですけど、ダウンロードってったのは間違いないです。俺がやってる場合はもう、弁当のみです、多分。あ、じゃあ、高田さんです。僕、シャワー下降りて、で、停電が来て、そのまま上行ってもらったんですよ。あ、いいね。じゃあ、アベレージとのローラーだったら飲みます。説明させてください。突っかかってくるんだって。アベレージ。で、アーカイブで、慎太郎さんが突っ立ってんの見て、そのままラウンジ側行ったんですよ。で、そしたら停電中に弁当が開いたの見えて、あ、じゃあ、慎太郎さんが入ったんだと思ったら死んでるから、まあ、あ、いいです、いいです。だもうその証言でも何でもいいですよ。うん、アベレージとのローラーだったらもう大いに OK なので。俺アベレージ多強だ、俺アベレージ多強だと思ってるから、あ、OK です。高田さんが金庫にいた証言を梅健さんとかは出せるんでしたっけ？あれ？え？あ、確実に弁当見ました。僕は見ましたよ。見たけど、実際のなんか時間がわかんない。安倍竹だと思います、俺は。どうやって高田さんがそこまで行ったかみたいな。いいまあ、安倍さん目線の二郎一とか聞きたいです。二、は、郎、い。慎太郎疑ってごめんね。はい、押しときました。ありがとうございます。はい、ナイス。ちょっと後で時間もらえたら嬉しいです。はい、はい、どうぞ。まあ、じゃあ、もう一回コードを話すと、アーカイブ最初湧いて、で、シャワー室一回降りたんですけど、そこら辺で停電になったのかな？で、その後にまた、上上がってラウンジで、で、そのラウンジで停電になった時に弁当開いたのが見えて、で、そのまま貨物室の方行ったら、クロムさんと高田さんがいたんですよ。で、そのまま通報って感じですね。うん、まあ、うん、梅健さんと僕エレキですれ違ってるとか、エレキにで僕がいたのを見てますよね。それ停電直前かな。そう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 。で、その後梅健さんたちが右に行ってるのは分かってるので、うん、梅健さんたちが貨物の金庫で高田さんを見ているのであれば、結構時間軸的に高田さんは弁当しかないので、うんうん、確実に高田さんとアベレージ君のどっちかにいるっていう感じになるから、うんうんうんまあ、今日はアベレージ君釣りでいいのかなとは思う。待って、はい、アベレージ君より僕の方が下位置近いんですよ。シャワーのタスクをやってたので。それに関してはどう思います？一応それで言うと僕も発言していいですか？僕アーカイブにいて、はい、アーカイブにいた時に停電になったから停電直しに行ったのは僕なんですけど、あ、ピタシさんも白でいいと思います。そしたら、停電直してくれてるしで。オッケーオッケー、まあ、それはいいんだけど、ゲンさんはどうなんですか？ゲンさんはアーカイブにいてどうなったんでしたっけ？ゲンはその後シャワーの方に降りており、それがまさしくアベレージさんのからいただいた素人情報とリンクすると思います。アベレージ君ってシャワー下に行ったんじゃないんだ。下行きましたよ。行ったけど戻ったんですよ。あ、そう、うん、その時にゲンさんが、じゃあ前にいる形ってことね、ゲンさんは。アベレージさん。ゲンさんも先にメインの方行ってんじゃないですか？はい。はい、梅健さんともう一人誰でしたっけ？エレキ取ったの。クロムくんかな。ああ、梅健さん。そうですね。ちなみに、藤宮は左で浮いてるので。
まあ、特に誰からも貨物から逆に弁当で飛んでとかはできないの？アベレージさんの情報を信徒するなら結局弁当使ってることになるから、はい、誰かが、うん、そうそう、だからアベレージさん視点で貨物からに、うん、アーカイブから逃げてきたんじゃなくて貨物から行って殺してるってパターンはないんですか？それが高田さんじゃないですか？だから高田さんは貨物にいるからやってるんだ、結構早いタイミングでの弁当になるんじゃないのっていう話じゃない？え、これどうしますこれ？いや、僕は濡らしますけど、でも7ならまだ。多分貨物からの弁当は無理じゃないかな。うん、あ、無理なんだ。だったら、え、昨日梅木さんどっちに入れたの？昨日高田さん入れましたよ。え、だって無理なんだったら高田さん入れ。あ、違う違う、いや、濡らだから。うんうん、あ、現です。藤宮さん、キッチン脇です。ただ、もう速攻見失ってます。セキュリティの方に行ったかな。セキュ見てないと思うけどな。竹雄さん、出る気を降りてからどこ行きます。僕、最後、セキュリティ入りました。クロム君とエレキとメインの間で交差してから、はい、あ、セキュリティに助かったわと思って、セキュリティ入ってます。メインとエレキの間、僕とも交差しましたよね。うん、メインとエレキの間。僕がエレキのはしごを登ったら、竹雄さんがメインからエレキに降りていくのを見たと思う。ちなみに、私、アップの部分は分かりませんが。はい。最終位置セキュリティではないと思います。結局、キッチンの後にセキュリティ方面、武器庫経由した後、一回戻っていってるんですけど、その時はもう誰もいなかったです。うん、アップロードのとこにいたらワンチャンですけど、まあ大丈夫だと思います。なんか、微妙な感じで釣っちゃったかなと思っちゃってるんですよね。そう、なんか高田さん視点でね、竹をアベレージって言って、うん、それもなんか僕はないと思ってるから、まあ、黒単体で考えると高田さんだけど、うん、高田さんじゃない可能性も全然ある。いや、高田さんはね、梅健さんとかが見てるはず、梅健クロムが貨物で見てるんだったら結構薄い弁当の線になるのよ。だからこれなのに、高田さんに入れてる梅健さんがなんか変だなっていう。それ違うくないですか？高田さんが貨物に来た経緯が弁当しかないから釣ったっていうことじゃないですか？うん。いや、でも、多分そうだと思いますよ。停電の時にアーカイブいたから、ラウンジ貨物っていけなくもないと思うんだけど。うん。でもそれの証言とアベリッジさんの弁当が動いたっていう証言のなんか不一致うんぬんでっていう話でしたよね。あ、なるほど。てかみんなって高田さんどういう理由で釣ったんですか？じゃあ僕はそういう認識だったんですけど、僕はアベリッジ君に投票したからあれだけ高田さんに入った理由がよく分かんなかったって。あ、違う、高田さんをみんなが釣った理由、高田さんがアベレージさんとのローラーだったのぶだし、アベレージさんのその証言だけか、うん、なるほど。アベレージさんの弁当情報をもとにすると結局そこしか浮かないからじゃないんですか？うん、これは怖えな、白白ローラーやってそうな気がする。いや、わかんないよね、でもね。でもなんか。まあ、もうやっちゃったんで、しょうがないか。あ、ね、僕は梅剣アベレージかなって思った。違いますよ。そしたら、武雄さんが電気見た、電気エネルギー見たのと、
マジで、いや、すいません。うまい。いや、ごめん。ございます。どういう感じだったんですか。いや、普通に俺はそのまんまだし。そうです。僕の完全にミスリードでした。申し訳ないです。いやーなー、でもラッキーでしたね。これは。停電だね。いやー、そっか。いや、でもうまいキルだな、それは。なかなかすごいですね。さんにチラ見された後に弁当で切りました。梅剣って俺キルしようと思った、悩みましたね。悩んだよね、多分。悩みましたね。あ、源さんが殺したんだ。あ、はい。どのルート、貨物から？チャワです。だから、アベリさんから白いただいたって話があったんですけど。あ、そうかそうか。あ、源さんか、源さんか。あの後ですね、だから。あ、そうかそうか。なるほどね。いやー、すごい。あ、なるほどね。行ってなくてってことか。なるほどな。いやー、ちょっともうちょい話聞いてからが良かったですね。すいません。いやー、でもまあ、停電中とかだとね、結構、そうですね。証言がないよ。ずれちゃう時あるんで。仕方ない。見られてもいいけるって、今んところこれしか思いつかないんですけど、他にあります？いやー、でもすごくいいキルですよね。これならアドビン見られても大丈夫なんですよね。ごちゃごちゃしてるから。あと、移動も別に弁当じゃないんですよね。アーカイブとシャワーだから。あれじゃ弁当なんだったの？あ、弁当本当ですよ。アドミで見られたとしても弁当移動って確認はされないっていう、かもしれない。ああ、なるほど。はい、うん。なるほどね。いやー、お願いします。はい、お願いします。やっぱね。